勝手に切れたんだけど、うん、勝手に切れないで。小野落ち隧道、まあ正式わかんないけど小野って書いて落ちるって書いてある。小野落ち隧道とは千葉県鴨川市にあるお化けトンネルなんて言われてるのね。お化けトンネルで小野落とし隧道って言うんだ。小野落とし隧道と読みます。小野落とされるの、うん、やっぱりあの戦国時代にほらやっぱり罠斧を仕掛けたんじゃないの、うん、なんかそんな感じするよね。ちょっとおぞましい傾向だったよ。で、小野落ち隧道、あ、じゃあ、小野落とし隧道では、女性の霊、少女の霊、動物の幽霊が目撃されているため心霊スポットと呼ばれています。まあ、まあ、全部女性だね。心霊スポットとして有名な金山ダムに架かる船台橋を渡り T 字路左に進むと現れた不気味なトンネル、うん、左曲がったね、うん、いないはずの赤ん坊の鳴き声や女性の悲鳴が聞こえてくる。鳥じゃねえの。うん、間違いなく鳥とかキョンとかで、稲川淳二さんに紹介されて有名になった心霊スポットで、話では女性が殺害されたと言われており、ダムの周辺にあるトンネルでは赤い服を着た女性の霊がよく目撃されている。またダムに架かる赤い橋では若いカップルが自殺を試みたのだが男性だけ助かったそうで、それ以来男性がこの橋を通ると引きずり込もうとする女性の霊が現れるようになった。そんなことなかったな、うん、いろんな事件の噂はあるが頑張って探した。あ、まあ、これあれちゃん、これちゃん、いろんな事件の噂はあるが、あ、そうだそうだそうだ、頑張って探したけど、うん、そのような記録は残ってないと、うん、いや、うちが探したんだよ、これ、うん、うちが探したの、そう、探したけど、本当見つからなかったの、うん、全部女性なんだね、これ一人でちょっと渡してみて、うん、なんで一人なの、うん、いやいや、引きずり込まれるから、いや、それはさっきの橋です、でほら、ああ、帰りね、うん、じゃあちょっと持って遠くで見てるわ、見守ってるわ、じゃあゴーストチューブ開けよ。はい、こちらのね、トンネル。さっき全然喋ってくれなかったんでね。あ、そうなんだ。うん、あんまりね。あ、見て。うん？作画せてなかった、間違えた。じゃあ行きましょうか。じゃあ帰りにまた縦どう、あれ？嘘でしょ？あ、ついてる。ついてる？なんか薄っ。あ、なんか薄くね？今日薄暗いしね、でね。いや、あまりとこ健在ですね。これが小野落とし隧道だから、やっぱり罠が仕掛けられてたんでしょうね。でもさ、戦国時代もし戦ってたらトンネルの出入り口に作る、暗っ、落としだから上から落としたんじゃないの。まあ上から落とすのか、なんか暗いね、うん、暗くて怖い。奥繋がってんのこれ、わかんない。でもさっきバイク来てたよね。来てたから多分カーブになってんじゃないの。あーね、これちょっと、はい、じゃじゃん、崩れてますね。これアップにした方がいいのかな。関係車両以外通行禁止。右側から、あ、車を通っちゃいけないんだね。右側から読むのかな、はい、ね、あ、はい、そうだね、はい、うん、戻しそう、ほこりくさ。じゃちょっと行ってみる。はい、行きます。あー、素掘りだ。ていうか崩れたんか、素掘りなのか、どっちだ。待ち上がり、私の方が薄、私の方が薄。あ、すぐ出口あるわ、そこ、ほら、うん、奥に出口ある、光ってる。あ、本当だ。はい、行きましょう。響くね。昨日雨降ったからな。それは私が欲しいもの。何が欲しいのよ。え、持ってっていいよ、この石。うん、重たいと思うけどね、うん、頑張って。いっぱい怒ってるよ、石。ああ、でもこの間のさ、あの、富津の、あれ、ここ全然響かないね。まあ、こういう作りだからか。富津のさ、隧道よりは逆の方がいいんだよ、ね、割れてないな。ごめんね、ちょっと一旦止めるね。どうしたの？